努力、また勝ち星増えてくるんじゃないでしょうか。はい、楽しみですよね。それでは今日のこの日本ペイントマーレッツとトップオートンピンポンズの試合を振り返ります。第1マッチは日本ペイントマーレッツは加藤、そしてリー、トップオートンピンポンズ名古屋は安藤、鈴木の専修大学卓球部 OG 先輩後輩コンビでした。まあ、この中で安藤選手がね、全日本の好調さをそのまま出し、そして鈴木選手とのコンビの良さ、はい、見せました。そして第2マッチが、来日2日目、昨日来日したというリオオリンピックの団体戦銀メダリストのハン・イン選手と、そして16歳の遊学館高校1年生の相馬選手の戦いでした。カットマン対決、はい、まあ、促進ルールが適用されるんではないかと、はい、そうですね、おっしゃってた、はい、長い試合なんではないかということでしたけども、はい、まあ、ハン選手も来日して早くね、まだ2日目ですから、はい、早く試合を終わらせたいというような感じ で、ね、ゲームカウントは3対0でストレート勝ち、ハン選手がして、そして第3マッチに入ります。こちらは日本ペイントマリッツが松平選手、そして名古屋の方がまた安藤選手、第1マッチのダブルスを取った安藤選手が登場しました。まあ、安藤選手、これからますますさらに強くなっていきそうな予感がしましたね。そうですね、サービスを有効に使って、はいはい、サービスからの得点がかなり確率が高かったですね、はい、安藤選手は7連続得点というのが第3ゲームでありました。そしてゲームカウント3対1、安藤選手が松平選手を破り、第4マッチは日本ペイントマーレッツ加藤選手と、名古屋の方はウィンナム選手でした。こちらの方は加藤選手がですね、もう、名古屋の勝利が確定しているんですが、もうボーナスポイントはやらないぞという、そういった加藤選手らしい、はい、試合を見せてくれましたね。サービスもレシーブも、はい、バック対バックもフォアハンドも、はい、素晴らしく全部勝ってたと思いますね。加藤選手が11対1、11対4、11対7、3ゲーム連取のストレート勝ちでウィンナム選手を破って、そして、ゲームカウント3対0で第4マッチは取りました。これでマッチカウントはチームマッチカウントは3対1でトップ乙女ピンポンズ名古屋が、勝ったというところで、勝ち星は3勝で並びました。